イタリア統合諸州は、かつて中部イタリアに短期間存在した連合国家革命政府で、中部イタリア革命によって、最初に放棄が成功したボローニャを中心に、フォルリ、フェラーラ、ラベンナ、イーモラ、ペザーロ、ウルビーノ、ペルージャ、アンコーナなどの諸都市が連合して1831年2月5日に、形成された。1831年3月26日の、 イタリア統合諸州崩壊によって、中部イタリア革命は終焉を迎えた。イタリア統合諸州の総裁、ジョバンニビチーニモデナレッジョ公国を支配するモデナ公、フランチェスコ4世は北イタリアの王となる思惑から、エンリコミズレイやチーロメノッティなどに代表される、革命派やカルボナリを支援し、中部イタリアでの立憲を求めた法規を拡作した。しかし、 オーストリア帝国からの警告を受けたモデナ公、フランチェスコ4世は直前でそれを取りやめ、革命派を裏切って、チーローメノッティを1831年2月3日に逮捕した。しかし、それでも革命は止まらず、2月4日には強行領が支配する大都市ボローニャの民衆放棄が成功。翌日の2月5日には、ジョバンニ・ビジーニを首相とするボローニャ臨時政府が樹立してしまう。 また、その放棄は、フォルリ、フェラーラ、ラベンナ、イーモラ、ペザーロ、ウルビーノなどの都市へと次々に波及し、それぞれの都市で地方臨時政府が樹立された。モデナ港が治めるモデナ港国の首都モデナも、ボローニャ市民がモデナに向かっているとの情報を信じて、モデナ港フランチェスコ4世がモデナを脱出したがために、防備が手薄になり、市民によって臨時政府が樹立されていた。 2月10日には、パルマ広告でも反乱が発生して、パルマ女行、マリアルイーザは、ピアチェンツァに逃亡した。革命政府本部が置かれた、ポデスタ宮殿ボローニャの放棄成功から2日後の2月6日、各都市の代表が、始まりの町ボローニャに集まって、会合を行い、独立都市軍の連合体、イタリア統合諸州を形成し、その名のもとに、オーストリア帝国の支配から脱する。 胸の宣言がなされた。2月26日には、ボローニャ臨時政府首相のジョバンニビチーニが、イタリア統合諸州の総裁に選出され、それまでには、アンコーナやペルージャ、そして政治的には別個の革命政府であったが、名目上は、パルマやモデナの革命政府もこれに加わっていた。革命政府本部は、ボローニャのポデスタ宮殿に置かれた。3月4日には、ボローニャが、 イタリア統合諸州の首都に定められ、臨時憲法が制定、さらには、主要閣僚が選出された。しかしイタリア統合諸州は同じく革命政府を、樹立したパルマやモデナとの連携が不完全であり、またカルボナリに協力していた、ルイ・フィリップ率いるフランスの後ろ盾を盲信して、オーストリア帝国からの防備を怠っていた。軍事的な指導力を発揮したカルロズッキその結果、 オーストリア帝国は中部イタリアに帝国軍を進撃させ3月9日にはモデナを陥落させる。続く3月13日にはパルマも占領しレッジョでの放棄を指導したことでイタリア統合諸州の軍事を任されていたカルロズッキ将軍率いる軍隊は首都ボローニャまでの交代を余儀なくされた。しかしその首都ボローニャも3月21日には陥落して 革命政府はアンコーナへと移された。ここでようやく政府はフランスの支援が望めないこととパルマ・モデナ両革命政府との実態ある協力が必要不可欠だと再認識し、カルロ・ズッキは軍隊を再編成して3月25日にはリミニでセンレの戦いに挑んだ。この戦いに敗北したイタリア統合諸州はアンコーナにて、 数奇教の一人を人質にとって3月26日、オーストリア帝国に休戦協定を持ちかけ、オーストリア帝国はそれを受け入れた。しかしすぐさま休戦協定は破棄されると、イタリア統合諸州は解体され、主要人物は国外へ逃亡するか処刑された。ここに、イタリア統合諸州は幕を下ろし、中部イタリア革命は頓挫した。総裁、 ジョバンニ・ビィジーニ法務大臣、レオポルド・アルマローリ内務大臣、テレンツェオ・マミアーニ財務大臣、ロドビー・コストラーニ外務大臣、チェザーレ・ビアンケッティ戦争大臣、ピア・ダミアーノ・アルマンディ警察大臣、ピオ・サルティコ教育大臣、フランチェスコ・ウリウリ。ありがとうございます。